い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はですね、ついにやってきたこの肩くりのフィギュア、キングオブアーティストの肩くりのフィギュア、ついに登場したんで、これを撮ってきた動画でございます。いや、まず1回目、さあ、どこ狙っていくんでしょうか、高橋選手。だんだんね、最近、ユーケちゃんほんとハマっててね、徐々に上手くなってきていると思うんですけど、まず、アームが落ちまして、どうでしょう、これ、おーおお、片方に隙間できた。おー、いいよ。これ縦ハメをやろうとしております。片方にいい感じ、前回の動画ね見ていただければ、僕がどんな感じで狙ってるか分かると思います。あとこのね後にもおさらいで僕はこうやりましたっていうのもまた動画にしてますんで、ちょっと最後まで見ててね。いきましょう。で2回目もねバーに落ちちゃってますね。どうでしょう。あ、でもいい感じ。おー、いい感じに落ちていった。さあ、これはどうなんでしょうか。さあ、これはどうなんでしょう。さあ、高橋先生3回目。おー、どこを狙ってるんだ。これはどこを狙ってるんでしょうか。奥ですかね。チュリーン、チュリーン、全然チュリーン。さあ、3回目が全然動かなかったですけど、どうでしょう。4回目どこ狙うんでしょうか、高橋選手。さあ、どこ、これ後ろの方を狙っている。これ何、4回目。いや、チュリーン、全然動けねえ。チュリーン、でもちょっとだけ動いてない今ね。4回目ちょっと動きました。さあ、5回目どこ狙っていくんでしょう、高橋選手。さあ、おっと、これは真上狙っている。真上ですね。おお、なんか止まったぞ、アームが止まった。さあ、どうなるんだ。ゲットー、ゲットー、5回で肩くりゲットー。めちゃくちゃ上手くなってませんか、皆さん。僕だいぶ成長してますよ。うわ、やった、すげえ。5回のアピール、イエーイ、やりました。おさらいしましょう。さあ、今回ですね、縦ハメからね、いつも通り狙おうとしたんですけれど、まずね、縦ハメやるときはこうですね。前回のゆかちゃん動画ぜひ見てください。バートの間ですね、この赤い丸のところ、隙間を作っていきたい。隙間を作る。これ作りすぎてもよくないんですけど、このくらいの隙間をですね、作っていきたいということで、左右をね、振ります。後ろの方を、左右どっちかに傾けて狙って、片っぽに振っていくという作戦。で、うまくね、バーに降りたんで、左のアームしかかかってないんですよ。で、左のアームだけかかることによって、完璧な隙間が出来上がることですね。完璧、赤丸に完璧な隙間です。そうすると、隙間に落とす。そうするとまた逆側に隙間ができる。で、また隙間に落とすと。それを繰り返してゲット。要は、隙間を作る、そこに落とす。隙間を作る、そこに落とす。それを繰り返してゲットできる。これね、典型的な縦アメの方法をまずやろうとしております。で、今回ですね、この赤丸のところに隙間ができたので、今度、緑の丸を狙います。だから、まあ右丸ですね、右丸あたりを狙ってそこを持ち上げるイメージです。だけどちょっとミスったんだけどうまく持ち上がってくれて落ちました。落ちたんだけど、この形最高なんです。実は最高、完璧。これやるとね、箱の上面を狙ってぶっ刺すんですよ。だからこれね、実は間違ってないんですよね。ちょっとまあミスはしてるんですけど、これどうするかというと、箱の上面狙ってます。後で詳しくやるんですけど。で、3回目はね、まあ、箱の上面。はい、もう4回目、ミス。はい、完全に箱の上面からアームが外れるミス。さあ、5回目です。右アームをね、箱の上面に刺したいんですよ。右アームを箱の上面に刺、お、刺さったよ。刺すと、これ、隙間に刺さんのよ。箱との間に、ほら箱との間に刺す。箱の要は本当に隙間にね、うまく刺さるんですよ。この形だとちょうど。このぐらいの角度ですね。バートルこのぐらいの角度だと、ちょうど、まずね、この青丸の、要は上面、箱の上面に片方のアームを刺すイメージ。片方のアームを刺すイメージですね。そうするとブスッと、ほら、隙間に刺さんの、これ、爪が刺さんの間に。で、まぁ、今回ね、正確には刺さってないんだけど、要はこれ、間に入るんですよ。間に入ることによって、箱をね、一気にぐるんってます。要は、ぶっ刺しって方法なんですよね。で、要はね、これ、ぐるんって、ほら、すごくない？まあ、アームが強かったってのもね、すごいラッキーだったポイントなんですけど、ここ、青い丸のとこ、今見てもらうと分かるんですけど、要は、青い丸のとこで1点だけなんですよ。バートの接点が1点。で、ここで、ここを支点に、ぐるりんちょと、この矢印の方向に、後ろの矢印の方向に、ぐるりんちょとアームが、箱に刺さることによって、隙間に爪が刺さることによって、ぐるんと回してくれて、一気に落ちるっていう方法なんですよね、これ。ぶっ刺しです。まあ今回アームが強かったんでラッキーなんですけどね。一応まあ基本的なぶっ刺しの方がたまたまここで試せたっていう。5回でゲットをやりました。で、今回ですね、Kさんもチャレンジです。僕が教えながらやるという作戦でやってみました。この店舗さんですね、1人1個までだったんで、まあちょっとKさんやってみようよってことで、Kさんも挑戦してます。で、まずね、僕が指示通り。お、もう完璧ですよ、これ。Kさん超うまい。要は隙間を作る。前に隙間を作りたい。作りたいんだけど、パワーがありすぎて、くるりんりん。でもいい感じ。今、前のバーに1点しか、支えがないんで、あとそこが外れちゃえばね、深くはまるんで、どう狙うんかってね、多分指示してます。詳しい指示はね、後でまた説明してますんで、ちょっとまずは実況しましょう。さあ、どこ狙ってるか。ヘイザー、どこ狙ってんだ。これはいいんじゃないの。でもいいんじゃないの。あ、でもじゃあ、おお、パワーが強い。
パワーが強い、すごくアームのパワーが強い。さあ次3回目どこ狙っていくんでしょうか。さあどこ狙っていく。さあ真ん中あたりを K さん真ん中あたりでやりました。まあ僕が指示した通りなんですけど、ちょいちょいミスはしてるんですけれども、まあ彼はねあんまりやったことない中で意外とねうまいんですよ K さんも。わくるりんくるりん、めちゃくちゃパワーあるここのテンポさ、めちゃくちゃパワーある。さあ4回目、まあ4回目さあどこで狙う。立っちゃってますけど、だいぶね横に立ち上がっちゃってる状態で、さあどこ狙っていくんですか K さん。さあ慎重に慎重に狙っていく。すごい熟考している、すごいね、見てよく見ている、よく見ている、よく見ながら4回目さどうなっていくんでしょうか。じゃあブシュン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 刺さっちゃう、何にもならん、何にもならん。4回目ブシュンってなっちゃってますね、完全に刺さっちゃってます。さあ5回目、さあこれどうなる、どこ狙う、どこ狙っていくんでしょうか計算。さあさあブシュン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 刺す、同じとこ刺しちゃう、同じとこ刺すミス、同じとこ刺しミス。さあ6回目です。さあ6回目どうでしょうか、どこ狙っていくんでしょうか。さあセンターのあたりをうまく今回刺さらずいきました。さあいいんじゃないですか、両方の爪がかかってるように見えますが、これうおまさかのゲット、パワーありまくりアームにパワーありまくりです。でもケイさん指示通り6回やったら6回取れました、ナイスです。さあおさらい、僕がどんな感じでねこうやってやったらいいんじゃないかっていうねことを言わせていただきました。でまず一緒ですね、後ろの方を狙って左右どちらかに振っていきましょう。そうすることによって隙間を作っていきましょう作戦で、これはすごいねいい感じだと思います、すごいいい感じ。片方のアームだけかかって、要は片方に隙間ができやすい。だけど右もアームかかっちゃったから、コロリンコロリンコロリンリンコロリンリンになってしまったんですけど、これでよく見ると赤のとこにねすごい隙間が空いちゃってるんですよ。これすごい隙間が空いてるとうまくね隙間に落ちてってくれないことが多いんですけど、今回緑のところが1点だけなんですよね。だから1点、この緑のとこが1点外れればもう手前に落ちてきそうだなってことなんで、箱全体後ろに持っていく、つまりまあ重心ちょっと持ち上げて後ろにやるイメージ、だからまあ中心ぐらいですね狙って、まあいいとこ狙ってると思います。すごいで、要はまっすぐにしたいんですよね、隙間を狭くしたいで、こうあいい感じいい感じ、すごいいい感じ。これでちょっと後ろに下がればね基本の形に持ってきますんで、箱全体を後ろに持っていく。だからまあ中心から、上ぐらいですね、中心からちょっと上ぐらい、肩くらいの、まあ、顔寄りというか顎寄りぐらいに狙って後ろに持ってってください、後ろに持ってってください。さあ後ろに持ってってください。おこおこ、よく回るテンポ、よく回るね。ただねこれよく見ると黄色のとこ1点だけなんですよ。要は左奥っていうかね、あんまりかかってないんで、これが右に倒れれば、右に倒れればね左のこの黄色の点だけが支えになるんで、右に倒そう右に倒そう、そうすればいい感じですって言ったら刺しちゃったのね、ジュブジュブジュブ。はい、じゃあ5回目これ右に倒してくださいね、右に倒せば、右にジュブジュブジュブン右に倒してって言ってたら刺してるだけだ。要は右に寄せてね、右に寄せてってか、要は左のアームがギリギリ入るぐらい、ギリギリ入るぐらい。これめっちゃうまい、これめっちゃうまい計算で、うまく両方のアームが入ったんですよね。だからちゃんと両手で持ち上げて、これはもうラッキー、これはもうラッキー。まあ、右に倒れればうまい感じで落ちるかなと思ったんだけど、いい感じで手前にもバイーンってバイーンってバウンドもしたんで、まあラッキーっていうのはありましたけどね。まあなんとかこれでゲットできました。でね、ベーステンポもちょっとやってみようということで、ベーステンポ行きました。さあベーステンポ行ったんですけども、どうですかここですね。はい、ちょっと待って、これアームが、アームどうなの、待って、これアームが弱いかもしれないね。はいはい、チュインチュインチュイン、あーこれ初期設定に戻っちゃった、初期設定戻っちゃった、なんなら最初から隙間あったのに、あーもうこれ最悪、もうこの形で店員さんのねサポートも入りつつ、後ろにパラリン、後ろにパラリン、あのね店員さんのサポートもあります、この店舗で、この店舗さんねちょっとベリッベリなの、滑り止めが、サポートしてもらった時にねベリベリでね気づいたんだけど、で今ね、今のはまた確かにぶっ刺しを狙おうとしたんだけど、アームがでかすぎてうまく刺さんない。あ、ただ今惜しかったね、今の感じ惜しかった、今の感じぶっ刺しのね、さっき僕がやった時の感じでね狙いそうでした。これちょっと待って、このテンポさやばくない、やばくないこのテンポさ、なんかね滑り止めベリベリベリーヌなの、ベリベリベリーヌ、動かす時にベリ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 っていうのそのが結構ね強いテンポさんで、アームもさっきのテンポさんよりかちょっと弱めだったんでね。さあめちゃくちゃかかってますけれども、どうなんでしょうか。でもこれ横はめ作戦に移動しますね。あーこれ、あー今うまければねコロリンっていけばうまく落ちそうだったんですけど、でも最悪のパターンなんですよこれ。もうベリベリってね、手前にねバーにベリって完全にくっついちゃうと、もう滑り止め強いテンポさんだともう動かない。これきつい感じですね、だいぶかかってますね、だいぶかかってますね。あーもうこれ最悪、これ一番最悪、これ一番最悪。だから手前を動かすんだけど、もう後ろも滑り止め強すぎるから、もうひょいひょい、もうひょいひょいばっかだな、ひょいひょいばっか、音がもうひょいひょい、
いやもうこれ最悪のパターンです。これ滑り止めね、強いテンポさんとこれマジで最悪、もうね最悪のパターン。あはははは、もう泣きながらやってますこれ実は。私泣きながらやってますね泣きながらやってます。どうやったって動かない。もうサポートも結構入ってるんですよこれ。ちょっとねカットもしてますけど、さあどうなんでしょうか。あはね、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 全然取れない。これもサポート入ってます。でこれサポート入ってる、これでいけそうなんですけどね、もうベリベリのベリなんでね取れないんですよ。さあこれ何回目ですか。これもこれね、はい、サポートありきです。26回かかりました。はい、今回分かったこと、26回やって分かったこと、テンポ選び大事です。皆さんテンポ選び大事でございます。アームが強くてもですね、滑り止めベリベリーなお店もありますので、まあその辺のね加減もしつつ今後もやっていきたいと思います。はい、また夕焼けちゃん動画上げていくので、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てね、明日も楽しもう。またね、あ開封動画も上げますんで楽しみにしててください。またね。